家で楽器を練習していてうるさいと怒られた経験は皆さんございませんか？こんにちは、山の楽器です。今回は今話題のサイレントリード、こちらのご紹介をします。こちらはゴッツから出ているアルトサックス用のサイレントリードです。それでは実際に吹いてみます。全く音が出ません。はい、こんな感じで息を入れながら指を動かすことができるので、ご自宅でもしっかり練習ができる結構な優れものとなっています。この先端のリードの位置によって抵抗の感じとかが変えられるので、ご自身の息の普段の使い方に合わせて吹き心地っていうのを変えることができます。まずリードの先端をマウスピースの先端とぴったりとつけた状態で吹いてみます。次にリードの先端からマウスピースと少し開けた状態で息を入れてみます。若干息を入れる時の抵抗が楽に感じました。今の時期練習場所がかなり限られていて、ご自宅で練習できたらいいなと思う方とても多いと思います。そういった方にとっても、息を入れながら指の練習ができるのですごくおすすめです。こちらのサイレントリードは普段お店には在庫してないんですが、ご注文いただければこちらお取り寄せも可能でございますので、気になる方はお気軽にお店までお問い合わせください。今後もいろんな楽器のいろんな便利グッズやおすすめ商品などどんどんご紹介していきますので、よろしければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。